よ。ブラック企業じゃなくてみんながニコニコしたやつ、結局いらっしゃいませもする必要ないよね。結局店とか自分の人生も楽しいか楽しくないか、家でなんか起きてるかもしれないしね、いちいちいらっしゃいませする必要ないよねと思うね。なんでいちいちいらっしゃいませしなきゃいけないのと思ってるだよ。私はね、接客業の人が一番大変なの。鉄道でもね、あのお客さんから変なクレーム受けたりとかね、ウーバーイーツでもそうだよ。配信の人がいてたね、あのいろんなお客さんいるって言ったね、いいやつもれば悪いやつもおるって言ったね。まあそんな感じだよね。まあ言いたいこといっぱいあったけど、まあ東急沿線さんとかもっくんはまあ多分言いたくなっちゃったかもしれないけど、まあそういう感じ。学生さんなら私の話聞いたら楽しくなくなるかもしれないから、まあね、その夜中すっきりした時に、うん、ちょっといいトークができるかもしれんけど、今はちょっとね、早くどうにかして、1秒でも早くでどうにかしなきゃと思ってるぐらいだけど、あのカマラ・ハリスとかニュース出すね、やつもどうにかしないといけないし、本当はトランプさん勝ってるのにカマラ・ハリスとか、なんかカマラ・ハリスに支持率がいくらとかバカみたいなニュースばっか出してるけど、あのこの前トランプさんが勝ったんだけどね、あの裁判所でさ、ホワイトハウスに戻るようになってたんだけどね、いまだにこうヤフーニュースとかああいうとこはあのカマラ・ハリスとか出してるよね、どうしてってなるわけね。あれいないよこのようにって言ったわけね。であれ毒針持ってたじゃん、カマラ・ハリスってやつはね。あれ人間じゃないんだけどね、トランプさんと握手するときに毒針持ってたんや、あの人は。であの人はあのトランプさんは頭いいから握手しなかったんやね。そしたら怒ってね、髪をしちゃぶったって言ったんだけど、昨日もいたんだけど、それね、いまだにネットニュースは本当にダメだと思ったな。まあ潰れた方がいいよね、そんなばっかりな。そうなったらね、ヤフーでもその線状降水帯も人口だってよく言ってんだけど、あの山形で線状降水帯起きてるんだったら山形の住民の方にも言いたいけど、その線状降水帯は人口ですから、あの全責任取らさないといけないね。あの気象庁だったり大学だったりね、メディアだったり、能登半島の地震だってそうじゃない、人口だったじゃない、うん、あれはスマートシティ作る計画と能登半島の先っぽに、総括があると、うん、まあ音声がミュートになってもいくらでもいいよと。でもね、私の話は面白くないかもしれんけど、あいつらとしてはミュートにしてね、聞かせないようにすることもあるよ。今までもそうしてきたんだから、ここの会社としてはね。で本当のこと言うと、あのライブ配信が規制になったり、ショート動画にコメントあのあれつけられなくなったりね、あったよ。2ヶ月間ぐらい倍になったわ、この前の時はね、倍になったことは2回ぐらいある、うん、正しいこと言うと倍にするよね、うん、2回ぐらいされたことある。ツイッターもそうだよね、あの正しいこと言うと凍結されてた人いっぱいおったもんね、うん、だから本当は口コミで広げるしか、外でさ、あ、通とかで分かればいいんだけど、みんな分からんわけよね、それで。結局、2021年パンデミックのせいで、あの家族がバラバラになったり、離婚したり、ね、友達がバラバラになったりしてるところ、あれいっぱいあるよ。配信の動画でも聞いたけど。そんな考えて、本当にね、分断したあいつらの責任だ。厚生労働省とかね、あの WHO とかね、全責任取らさないかんよ。あの お金の問題じゃないよ。人の心とか体の健康もだけどね、そういうものですよ、私が言っているのは。みんななんかね、なんか吹っ飛ぼけてるからさ、全然違うとこ注目するよね。大谷とか言ったりね、なんで大谷が出てくるんだったこんな時にと思ってね。まあ、言いたいことこんな感じ。まあ口から出さんとだったら病気になっちゃうよね。結局外で言えないからね、家でもずっとこんなこと言ってる楽しくないけど、ネットだったらさ、誰も聞いてなくても誰かいるかもしれんし、誰もいないかもしれんし、それは分かんないんだけど、言わないとストレス溜まっちゃうよね。実際は本当のことなんだから、黙って生活してたら頭おかしくなる、知ってるのに。まだ陰謀論とか言う人はとら楽しいだろうけど、だけどその間火が合っちゃうよ。誰かが火が合ってるんだよ。まあ、陰謀論と思う方はちょっと頭ちょっと変なんじゃないと思ってね、あの調べもしないし、あの未だにあんな政府信じてるんだと思って、選挙とかね、誰が選挙だっていいんだね、みたいな。こんなにいっぱい人が火が合ってるのにと思うんだよ。